こんにちは、ダイスです。今回は最強翡翠爆風の2回目レイドが開催になったので動画でまとめていこうと思います。翡翠爆風、皆さん入手は終わりましたでしょうか。今回で2回目ということなので、11月13日月曜日の朝8時59分までに入手が必要になります。この期間にイベントの更新をしておけば、もう少しイベント期間を延ばせるので遊べるという感じですが、入手しておくようにしましょう。あとでなんでかっていうお話もしますが、今回の翡翠爆風、思っていたよりも攻略が簡単で、バウッツェルやシャバーズでの攻略が個人的にはおすすめかなと思います。他にもいろんなポケモンで飼ってるっていう方もいますので、結構ですね、翡翠爆風の場合は入手するのが早かったっていう方も多いと思います。今後の最強レイドの予想としては、現在だと翡翠地方の御三家、翡翠ジュナイパーと翡翠爆風が行われていますので、次回は翡翠大剣気かなと予想できると思います。翡翠の姿の御三家、今回で2体目、で次回の大剣気が終われば3体揃うという感じなので、その後はちょっと分かりませんが、最強翡翠大剣気、現在の予想だとジュナイパーが草テラスで、今回行われている翡翠爆風は炎テラスだったので、翡翠大剣気に関しては水テラスで来るんじゃないかと予想が立てられます。特性に関しては、最強レイドは全て隠れ特性で行われていますので、隠れ特性の切れ味の翡翠大剣気が出てくると思いますが、切れ味の特性がかなり大変だと思うので、次回の攻略ちょっとですね、今までよりもポケモン考えないといけないかなと思います。何はともあれですが、翡翠の御三家は今回の最強レイドで必ず入手しておくことがいいと思います。なぜかっていうのはこの後ご紹介しますが、翡翠地方の御三家はレジェンズアルセウスのソフトを遊んでいないという方だと、入手方法が今回のこのイベントでしかないんですよね。なので翡翠の姿の御三家、入手しておくのがいいと思います。もうちょっと詳しくお話しすると、翡翠の御三家は御三家ではあるんですけど、ゼロの標本後編の青の円盤で入手ができなさそうだと思われます。というかね、多分できないと思います。なんでかっていうと、ゼロの秘宝後編の青の円盤は歴代の御三家が入手できるようにはなっていますが、翡翠の姿ってリージョンフォームなんですよね。なのでソフト内でリージョンフォームの翡翠の姿に進化ができるかっていうと、また話が違ってきます。歴代パートナーといえば、初代の赤緑から前作ソードシールドまでの御三家たちが登場することにはなっているんですが、通常の姿での入手先だと思うんですよね。今まで最強レイドで御三家出てきたと思うんですが、逆に最強レイドで入手できなかったっていう方は、青の円盤内では歴代の御三家の入手ができるようになっているので、そこでゲットするという方法が取れます。またゼロの秘宝青の円盤発信まであと何回最強レイドがあるのかっていう問題なんですが、こんな感じで埋めてみると、今回翡翠爆風2回目レイドが行われる、そして週末17日からの週と24日からの週、これで11月が終わります。なので残り2週、そして12月1日からの週と8日からの週、これで4週です。で14日に配信が決定していますので、残りがあと4週ありますということは、残り4週のうちの2週間は翡翠大剣気の最強レイドが行われると思われるので、残っているその2週間っていうのが星5レイドなのか、もしくは大量発生のイベントになるのか、はたまた最強レイド、まだ未登場の御三家たちが行われるのかというのは分かりませんが、ゼロの秘宝の緑の仮面、北亀の里に行けるようになってからも最強レイドが行われていたのを考えると、青の円盤が始まってからも最強レイドはある可能性も高いです。まあ、この辺りに関してはゆくゆく新情報として出てくるんじゃないかなと思っているので、今回は置いておきますが、まあ、翡翠大剣気は必ず来ると思います。次回のイベントレイドの発表に関しては、翡翠爆風の2回目レイドが終わる10月13日月曜日の9時以降になると思いますので、また新たな情報がありましたら動画でまとめていこうと思います。
また発表がまだなので最強翡翠大剣器の攻略に使えそうなポケモンの予想だったりとか対策に関してはまた別の動画でまとめようと思いますが、切れ味の翡翠大剣器、水テラスタイプで来るとしたら水タイプなので、まあ電気が草なんですが、ちょっとね怪しくなってくるよなっていうのが切れ味の特性なんですよね。本当にね今ちょっと考えてるのがどうしようかなっていうレベルで、まだですねこのポケモンだったらいけるかもしれないっていう予想が私は立っていません。皆さんの中でもし翡翠大剣器このポケモンいけるんじゃないかなっていうポケモンがいましたら、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。後半ここからはポケモン関連の最新情報についてをちょこっとお話ししていこうと思います。まず一つ目、アニポケの新章テラパゴスの輝き、アニメポケットモンスター見てるっていう方は切り替わったっていうかね、新しい章に入ったの分かると思うんですが、もしかしたら新情報出るのかなと思いながら毎週楽しみに私も見ているんですが、皆さんどうでしょうか。今までだと黒いレッグーザどうなるかが決まってないんですよね。なんでもしかしたら第3の伝説みたいな感じで、黒いレッグーザがもしかしたらスカーレットバイオレットのパルデアでも出てくるのかもしれないなと個人的には思っています。またポケゴーの今後のイベントだとちょっと終わったんですけど、ダークライとかゲノセクトのイベントも最近までやってましたし、今後シャドウフリーザのイベントが確か始まる予定と、その後隔週でコバルオン、テラキオン、ベリージオンのレイドも始まるはずです。なんでポケゴーも結構最近騒がしいんですよね。そして毎年恒例のミスタードーナツの2023クリスマスも始まったり、12月1日にはシャイニートレジャー EX ハイクラスパックも発売されたりします。その他にもポケマスでも新しくクリスマスのイベント始まると思いますし、盛りだくさんです。今回入れてなかったですけど、ポケマスの他にもマゼポケって言われているポケモンカフェのゲームの中でもいろんなポケモン出てきたりしてたんですが、コライドンもね今回出てきてるんですよね。私もちょこちょこやってるんですが、そっちでもねまた新しくポケモン追加もあったりするので、たまに遊んでたよっていう方はぜひこの機会に遊んでみてはいかがでしょうか。ということで今回は翡翠爆風2回目レイドが始まったということで、翡翠大剣器の予想とあと今後のポケモンについての出ていた情報をちょこっとまとめてみました。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた See you!